チョコアンリはかつて日本からアメリカなど外国向けに輸出されていたアリの入ったチョコレートである。このチョコレートは1957年頃に作られた。赤山アリを油で揚げて塩味をつけた後チョコレートでくるんだものをチョコアンリの商品名で主にアメリカ向けて輸出していた。一粒あたり約20匹のアリが入っていた。擬山のため甘酸っぱい味のするチョコレートだった。 強心剤として効果があるとも言われた。赤山ありは長野県の都学市、飯綱高原の唐松林に生息するものが収集された。8月末に地元の農家の人々が採集用の実の細かい網と取ったありを入れるための水の入った石油缶を用意して出かけた。このありは林内の地上に高さ20センチメートルから1メートルにもなる円錐形の蟻塚を作っている。 アリ塚周辺には多数のアリが出歩いており、また攻撃的なアリで近づく者にはすぐに噛みついてくる。そのため、網をアリ塚にかぶせると、多数のアリがその網に噛みついてくるので、収集は簡単であった。それを石油管の中に叩き落とすことでアリを回収した。1日で200問目程度は簡単に採集でき、100問目あたり400円程度で買い取られた。そのため、 一家総出で三日間働いて一万円稼いだという話も残っている。現地には集荷場も作られ乾燥させたものが長野市内を経由して東京の工場に運ばれた。地元では思わぬ現金収入として喜ばれ嫁入り自宅をこれで整えたなどといった話も伝えられている。また、このために都学市や飯塚高原では一時山赤あかりが 減少したとも言われる。価格は一粒で180円、一缶55グラム入り。その年の9月17日に横浜からニューヨークに出荷された。アメリカでも高級品とされ、2000万円の外貨を稼いだとも伝えられる。アメリカにおいては、シカゴのリースファイナーフーズインクによって、フライドアンツ、チョコレートカバードアンツとして同じく缶詰の蜂の子や 揚げ帳等の商品と共に販売されていた。ABC 長野県百貨事典、1984P29 アリの子。ただし単に、アリチョコとして紹介されている。AB 久保田正夫アリをご馳走として食べる人々、ただし、アリチョコとして解説されている北、ビンテージチン、リースファイナー、フーズインクフライドアンツメイドインジャパンサーカー 1950S、アノパンド。 オリジナルコンテンツ。リートン・サネット・ザ・ヴィンテージ・パーベイヤー。2019年4月20日、閲覧。アンハード・オブ・ダリカシス。リース・スペシャルティ・フーズ。REESESPECIALTYFOODS.com。2019年4月20日、閲覧。トリビューン、シカゴ、マックス・リース、イム・ポーター・オブ・エキゾチック・フーズ。 c h i c a g o t r i b u n e c o m 2019年4月20日閲覧ありがとうございます。